こんにちは横山です、えー。今回はリクエストにお答えして夏の暑さ対策について紹介します。まあ、あの私そんな特別なことはこれもしてないんですけどねあのこれから始める方それから始めたばかりの方は、えー、よろしければ参考になさってください。えー、まずパラソルですね、えー、私は2種類使ってます、えー。1つはビーチパラソルとスタンドの組み合わせですね、えー、スタンドはクーラーを上に乗せて重しにして使うタイプのやつ使ってます。 でもう一つはですね第一成功のキングパラソルっていうやつですねこれは台ネジでイカダに揉みつけて使用します普通のパラソルの方の利点はですね簡単に出したりしまったり手間がかからない点ですねそれから台ネジを使えない枷の上でも使えるという点ですで一方キングパラソルの方の利点は風に強い点それから傘の角度を細かく調整できる点ですねこれ真横にもさせますんでね あの朝夕の低い角度の日差しも遮れますしえ悪天候の時横から吹きつけてくる雨を防ぐことも可能ですで、えー、ちなみにキングパラソルの方はですねあのボルトとナットを使いやすいものに変えて使ってますあのナットの頭が缶になってるやつですね、えー、これにするとプライヤーの先を輪っかに突っ込んで回せますんで、えー、強く締め付けれますしあの緩めるのも楽ということですね。 それからボルトもですねサビを気にしないで済むようにステンレスのように変えてます。あと風が強い時でも稼いで使えるように木の板を用意してですね3点ドリルで穴を開けてでこれにボルトで固定してやっぱりクーラーを重しにして使えるようにしています。この2種類その日の天気に合わせてまた風に合わせて使っているということですね。 えー、パラソルを使う時の注意点ですけども風で飛ばされないように必ずロープで固定するようにしてください、えー、特にビーチパラソルの方ですね突然の突風でパラソルが真上に1 0ルほど舞い上がるというのを見たことありますし、えー、飛ばされた傘が隣の釣り人の目の前に沈んでいって、えー、ポイントを潰してしまったというような話を聞いたこともあります、えー、パラソルを刺すときはですね万が一に備えて必ずロープを使用するようにしてで えー、風が強い時はですねあの無理して使わずすぐ畳むようにしましょうはいで、えー、次に飲み水ですけども、えー、大量に用意していきましょうあの昔は寒さで死ぬことはあっても暑さで死ぬ,死ぬことはないと思ってましたけど最近は本当に危ないですからねあの余るぐらい持っていくぐらいでちょうどいいと思います、えー、私の場合はこまめに水分補給しやすいようにですね水は水筒に入れてで あの本当に暑い日はですね飲み物専用に9リットルのクーラーを別で持っていくようにしてますこれに水と板氷を半分に割るなりしたものを一緒に入れてですね氷水にしておくんですねでここに飲み物を入れておくと炎天下の釣り場でキンキンに冷えた状態で飲めますんでねあ,のあとは手拭いなんかをこの氷水に浸して顔や体を拭うと体の表面を一気に冷ますこともできますんで。 えーまあ、荷物は1個増えることになりますけどね、あのー、この快適さにはもう勝てないということですね。でえー、あとは水分と合わせてです、ね、あの塩分の補給ですけども、最近はいろいろ雨やタブレットとか売られてますけどね、えーまあ、食事でも塩分は取れますからね、えー、午前に1粒、午後に1粒ぐらいで十分じゃないですかね。はいでえー、次に日焼け止めですけども、これは使うかどうか、人によると思います。 あの餌に余計な匂いがつくのを嫌って使わないという人が多いと思います、えー、私のお師さんも使われませんで、私もずっと使わずに来てたんですけどね一昨年から、えー、ついに使うようになりましたあのー、もう1日終わってからがですね体がぐったりするんですね日焼けするとで、えー、今は毎回塗るようにしてますあのー、汗かいたり拭ったりすると途中で取れてきますけどね それでも塗るのと塗らないのでは全然違うということですね。えー、まあこれはあの肌の強さが人によって違うというのもありますんでねあのお好みでえまあ使われてください。はい、えー、暑さ対策としてはこれぐらいですねあと少し細かい部分で夏の注意点をいくつか申し上げておきます。えー、まずですね冬と比べて体も乾きますけども団子もみるみる乾いていきます。 まあ実はこれ夏より秋の方が空気が乾燥している分早く乾くんですけどね、えー、蓋がついているバッカンを使っている方は1頭ごと蓋を閉めるようにすると多少乾燥を防げると思いますまあそれでも乾いてはいきますんでね打ち水をして水分量の調整をしながら釣りされてください放、えー、っておくと混ぜ込んだオキアミやコンがみるみる干からびていきますんでね水分の再調整というのはこまめにやっといた方がいいと思います それから虫対策。まああの渓流や磯と違ってですね、いかたいで虫で難儀するということはほとんどないはずですけどねあの、ただまあゼロではないですから、まあ頭の片隅にでも入れておいていただくといいと思います。えー、まず蜂ですね、置、え、き、ー、ミを出しっぱなしにしておくと、匂いを嗅ぎつけて飛んでくるということがあります。えー、アシナガバチぐらいなら別にどうということはないんですけどね、あのやばいのはスズメバチですね。 置、えー、き網に執着するとこちらを威嚇してくるということもありますんで挿、えーまあ、絵分ぐらいなら大丈夫なんですけどね蒔絵用のやつですねあの使わない置き網はクーラーの中にしまっておくようにするといいと思います、えー、それから毛虫、えー、夏というよりは梅雨の間ですかねあの多分普段はいかの板の裏側にいてで雨上がりなんかに表に出てくるんだと思います えーまあ、いるのはごく一部のイカだですけどね、稼ぎはいません。えー、イカだや、それからコアリの木の板ですね、えー。体長が1センチぐらいのちっちゃいやつで、えー、私が見たことあるのは緑のやつと灰色のやつの2種類います。の緑のは多分イラガの仲間だと思いますけどね、これはあの経過体液に毒持ってます、えー。灰色の方はですね、毒あるかどうか分かりませんけども、まあ、触らないに越したことはないと思います。 あの知らないうちに衣服や釣り道具に登ってきてますんでね、えー、曇りの日それから雨上がりの日なんかはですね、えー、イカダに乗るときはちょっと周囲に気をつけておくといいと思いますはいで、えー、私はもう今は使ってないんですけどももし虫除けが欲しいという方がいたらですねあの,系の虫除けをおすすめします、えー、毒性もないですしそれからディートの効きにくいコバエやヌカカにも効果があるように思いますんでね 作り方はですね、発火油を少量、エタノールに混ぜて、精製水で10倍に薄めます。これ材料は全部ドラッグストアで手に入ります。エタノールだけ今ちょっと手に入りにくいかもしれませんけど。で、まあ、これを耐油性のスプレーボトルに入れて持ち運ぶということですね。はい、以上です。去年の夏はですね、あのまあ、暑さ大したことなかったんで助かったんですけどね、今年はまた猛暑の予報が出てますし、 あの本当に今時の暑さはシャレにならないですからね、えー。熱中症にはくれぐれも気をつけていただいて、正、え、規、ー、の,の釣りを楽しんでください。はいはい以上です。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。<music>